ちょっと建物の裏もあって向こう側に回り込むわ。南から来るかもしれない。うん、了解。二人ともあそこいるじゃないか。うん、あ、一人で、ね、出た。お、回り込もうとしてたかな。残念。一人ね、あの辺いる。草むらの中いる。はいはい、壊すか。うーん、アイディアあるから。スモーク巻いて ATV 奪って南から入るか。じゃあ俺やろうか。スモーク巻く。うん、2つあるから。俺も8つあるよ。8ついらない。じゃあやろうか。うん、任せる。ライトってやる。こう祈るわ。あとでゆっくり向こうで売ろう。てかもう中身全部売ったら。ああ、まあダクトテープとかあったからどうしようかなって。すっげー伸びてんぞ。こっちの空の上まで巻きたぞ、レーザー。一モロバレ兵器。あ、あいつら西に動いた。5人いるぞ。いやあ、くそ。ちょうど中に行ったっつーの。すっごい移動してるみんなで。そろそろ移動してるな。移動してるな。しておりますな、皆様。この2階から撃てねえかな。撃っていい？うん。400。結局これまだ中にいるし。
やれんかった。どんな感じ？一人もやれんかった。ちょうど今、壁の向こうにいるな。こっちに帰ってくるかな？抜けるかな？マーカーで位置教えてほしいな。あ、ごめん。そうだった。最終確認地点が、だいたい、あの辺。あの辺で全員ジリジリになって壁の裏とか弊社の方走ってった。ああ。工事現場のとこ戻るわ。うん。多分あの白い2階建ての建物の中いる。了解です。てかあの白い建物の周りにいっぱいいる。逃げてねえのか。多分今ちらつき側に一つか二つ、二つ見えた、間違いなく。あ、いるいる。了解。あ、見えた。2階にいるわ。ああ300か。クソ、今撃ったらよかったな。あんまりあんまりフラフラしてっから撃てんかった。周りですごいチラチラしてる。一回頭出してくれりゃな、止まってくれりゃな、撃てるんだけどな。あ、裏から出た。裏から西に出た。一人やっつけた。二人もやっつけた。二人走ったと思う。二人倒したと思う。一人中にいる、まだ。二人目は足もらっとったな、ありゃ。これ全部多分完全に建物の中。待って、空港側に一人向かってる。今、この辺にいた。このライトのある滑走路の辺を今、動いてた。あ、いた。はい。はい。あと一人いるとすりゃ、いた。家の中にいるな。白い家の中か。うん。二階の角にいる。はしごがある方による。ああ。ただもう一人かどうかはわからんぞ。そうね。とりあえず牽制する？ちょっと待てよ。当たっちゃった、やべえ。
ちょっと移動する。もう一人いる。モン君が撃たれてるの？違う。ここにね、二人いた。今のは多分あそこの発電所の塔の上かな。白い建物の周りに今一人いたんだよ。これが打ち合ったのかもしれん、もしかしたら。うん。もしかしたらだね。それ、ギリーだった？いや、普通の軍服だった。一人撃ったけど、やれてない。建物の辺にいるな。やっつけた。へへ、抜いたぜ。ここな。おろろ。さっきの連中だ。ダメだった。多分管制塔じゃねえや、空港帰ったなあいつ。了解。ダッシュでセーフゾーン入るわ。うん、俺たちの気まぐれだ。ターミナル内3人。え、使い差しの弾を半分の目なんで。売れな。やめてー。次もまた同じところにフェンスの間のところに爆弾仕掛けてやろう。あれはなかなか効くな。怖い。スケッパーと目がおかしいな。いいな、もう。うん、あんがとあんがと。だいぶ助かったわ。ナイトストーカーは NVS に倍率をつけたようなやつ。ちょっと使ってみる？悪くなかったよ、これ。だいぶ助けられた、今回。あれ、あ、こっちか。おい。よいしょ。悪くなかったよ。だいぶチート臭い感じ。ああ、
人に照準すると。そうそう、これがね、また草むらの裏でもね。ああ、本当だ。で、多分ね、薄い看板とかの裏でもね、できちゃう。せこい。だろう。だいぶせこいだろう。NPC も感知するんだな。うん、感知する。はい。置くよ。うん。はい。欲しければあげるけど。いや、いや、今は。了解。いや、密集しすぎだろ、あいつ。うん。うん。うん。なんか見ててかわいそうになる。あの、プラスあれに5人ぐらいいるんだったら、それもありかもしれないけどさ。ああ、そうね。そこまで行くと脅威になってくる、本当に。うん。逃げるのとまたこう、近いしてくるのでね。そう。比較者員というか。10人ぐらいで牽制者されるとちょっとこっち手出なくなってくるわ、うん、敵と打ちされると怖えよ、まぐれあたりしそうなの。あいつら初動がまずかったんだよな。俺が後ろにいるのに出てたもん、うん、でしかもさ、あの逃げるのはいいんだけどさ、逃げた後その打ってきた方向に対して打つわけでもなくさ、とりあえずみんな隠れてっていう。どうしてこんなことに。どうして。やっぱ待ち伏せは最強ですな。うん、あれだね、あの俺たちが唯一あの数をあのごまかせる戦法だからな。そう、数とあのアルマ組の技量をごまかせる。そうそう、数少ない。